もう、だいたい3時、4時ぐらいにパッと目が覚めて、いつもメッセージが来るんですけれども、まあどうしようって思う前に、ピンチをチャンスに変えようって思ったんですよね。そう、わあ、私にできることが何もないってなりました。本当にパニックになって、このコロナがなかったら、こんなことにチャレンジすることは絶対なかったし、世界を揺るがせた新型コロナウイルス。前回に引き続き、今回もコロナで変わった私の新世界と名付けて、それぞれのストーリーを語っていただきます。登場するのは、植物の持つ素晴らしさを伝えるお花の伝道師、ひとみさん。コロナをきっかけに日常の家族との生活をより良いスタイルに変えたりなさん。そして日本を離れ、マウイ島で宇宙とつながるオリジナルキャンプを主催するゆきさんです。お楽しみに。神奈川県横須賀市に住んでいます。栗原ひとみです。屋号がルアナ栗原なので、でコロナの時期まで外を見て、うちは窓から木がすごくよく見えるので、その木と鳥たちを見て波動を整えるっていうのをずっとやっていました。本当に主婦しかしていなくて、ほとんど家にいて買い物に外に出て、あと子供たちの世話をするっていう、本当にそれしかやってなかったんですね。ある日ですね、Facebook に、私が、以前働いていたお花屋さんの投稿がありまして、そのスイートピーの花束50本ぐらいのものが、これがすごい安値で売られていて、僕が買わないとこのお花は捨てられちゃうんですよっていう投稿を見て、もうすごく心が動いて、もうこのスイートピーを私が買ってあげないとって言って、私のフェイスブックに投稿してみたんですね。一緒に買いませんかっていう感じで、でそしたら私の知り合い、まあ、友人が何人か買いたい買いたいっていう人が8人ぐらい出てきて、それをみんなが Facebook にアップをしてくれて、そのお友達のお友達が私も欲しい欲しいみたいな感じで、知らない方からもメッセージが来るようになって、もうこれは商品化するしかないかなと思って、で、まあ、そのオンラインショップがあったので、そこに載せて、みんなが買えるようにしてあげようと思って、もう約1ヶ月かけて、欲しいっていう方を、まあ、募っていって、で結果50件オーダーをいただいたんですね。50人の人が買って、それを自宅に迎え入れて、でそのステイホームでね、家にいてちょっとみんなが苦しいな辛いなっていう時のこう癒しになってくれたのかなって思うと、私もやってすごい良かったなと思います。なんかだいたい3時4時ぐらいにパッと目が覚めて、いつもメッセージが来るんですけれども、あなたをイメージしてお花を贈りますっていうのをやってみなさいっていうものだったんですね。でそれがその、まあ、全く知らない方のお名前と写真だけ見て、でその人のイメージする花束を作って、その方に贈るんですね。でその方が、受け取って満足度でお支払いいただくっていう、そういうお賽銭システムっていうのをそのメッセージでいただいて、周りだったり、ま、黄色とかこういろいろ浮かんでくるんですけれども、ま、それが自分とすごく合ってたっていうことで、すごく喜んでくださって、で、ま、大体話す、それをやっていく中で、もう一回また明け方にメッセージが来るんですね。で、それが、あなたをサポートするお花からのメッセージっていうのは、それが無形商品で、私の初めてのこのスピリチュアルメッセージ、チャネリングをして、その人に、その人をサポートしているお花を紹介するっていうものなんですけれども、まあ、その人の名前と写真から、まあ、映像が見えたりとか、まあ、この人はもうこの花っていう感じで、もう、ね、揺るぎないものが私にメッセージが来たりして、スピリチュアルのねお仕事って私やったことなかったんですけれども、これからねそういう無形商品っていうものをなんかもうちょっとやっていけたらいいかなと思っています。まあ、その後の、まあ、ハイヤーからのメッセージで、ガーベラがすっごい可愛いからそれを売ってあげようっていうのが来たので、まずガーベラ500本ぐらい行ってみようかなと思ったんですよ。で、出してみたら、
なんかもう50本、100本とかで買ってくださる方がものすごいいて、1週間の間にガーベラ1000本販売することができたんですね。そう、で、なんかもうすごい嬉しくって、なんかね、まあ自分だけじゃなくて、その、ね、せっかく作った農家さんたちも、その後ろでね、喜んでいる姿があるんだなと思うと、なんか本当にいいことしたなと思って。あとですね、すごい商品があってですね、女神のお風呂っていう名前をつけたんですけど、お風呂の中にバラとかガーベラとかお花をたくさん浮かべて、女性性を上げて自己満足度、自己肯定感を高めようっていう商品も、もうやった方がもう本当に私女神になったみたいみたいとか、あと自分のことをもっと大事にできるようになりましたとか、なんかそういう嬉しい言葉もいただいて、なんかやってよかったなってすごい思いました。で、これからはその私がやってきた、店舗のないお花の販売を講座にして、それを、まあ、こういうシステムで誰かが引き継いでやってくれたらいいなと思って、まあ、そういう講座をやろうと思っています。あとは瞑想自分ビジネスオンラインサロンっていうのを今作っていて、瞑想をしながら浮かんできたことを行動するっていう、そういう訓練をするオンラインサロンを作っていて、今10名なんですけれども、まあ、それも引き続きやっていきたいなと思っています。群馬県に住んでます。神沢里奈と申します。仕事はGO フランチャイズの英語教室、幼児から中学生まで英語を教える仕事を15年間やってます。コロナ前は子育ても終盤でも、このお姉ちゃんが高校3年生、下が高校1年生で、今後の人生どうしようかなって考えてる時期であり、仕事ももう15年やってきて、このままでいいのかなってずっと悩んでることが多くて、まず2月の26日に仕事がないって、仕事をしちゃいけないってなった時に、まあどうしようって思う前にピンチをチャンスに変えようって思ったんですよね。そう、それでまずどうしようと思ったら、たまたま去年のと去年に派遣登録をしてあって、そう、そこですぐに仕事が見つかったので、ちょっと行ってみようと思って、でその間子供たちは学校がないので、逆に私が仕事に行くと子供たちが家事をしてくれて、帰ってくるとご飯ができてたんですね。そう、すごい幸せで、もう本当に交換生活って呼んでたんですけど、本当に私が仕事に行って子供たちが家事をしてくれて、で休みの日には出れないから、もう本当になんか週に2回買い物に行くだけだけど、だから食材もねそんなにないけれども、テラスで焼肉やったりとか、餃子焼いて昼間からお酒飲んだりとかだから本当になんか世の中混沌としてる中、すごい楽しく過ごせてた感じでした。はい、で本当に感謝でいっぱいで、子どもたちにも感謝だし、仕事があることにも感謝だし、うん、すごい、うん、日々なんか感謝を感じて過ごしてましたね。うん、で仕事のこともやっぱりこのままでいいのかなとか、自分の英語力がとかって悩む部分もあったけれど、だけど結局蓋開けてみたら、誰も辞めるより辞めた子よりも増えた子の方が多くて、先月アルクトゥルスヒーリングを受けるタイミングがあったので受けて、そしたらやっぱり子供に縁がすごくあるっていう風に言われて、あ、私やっぱりこれで良かったんだって気づくことができて、やっぱり子供たちと楽しく今まで通り、うん、やっていこうかなって、だからいいことばっかりだったかもしれないです。ハワイはマウイ島に住んでいます。畑美雪と言います。2002年から、ハワイマウイ島に住んでるんですけれども、そうですね、今18年になります。で今は、そうですね、一般のというかスピリチュアルじゃない感じのお客様の普通の観光のご案内を主にしながら、不動産のお仕事も、同時にしています。で、去年の10月ぐらいだったかな、アキコさんのサロンに入らせていただいて、スピリチュアルな友達というか仲間がたくさん増えて、その方面のお仕事を今一生懸命させていただけるようになりました。
コロナの前は去年の5月ですね、2019年の5月、山内玲香さんとシュターシードのクーさんという方のセッションを受けたところから、また私の人生が大きく変わっているんですけども、なぜ私がマウイに住んでいるか、レムリアの方とのつながりが深いということが徐々に明らかになっていて、夏ですね、6月7月ぐらいから、ここの土地に関係があるレムリアの魂の方たちをここにお呼びして、その方たちの目覚めというか、覚醒というか、その部分をお手伝いするお仕事をなんとなくするような流れに自然になって、3月春分までですね、順調にここの場所に来たいって言ってくださる皆さんをリトリートでご案内してたんですけれども、3月の20日春分の日が最後でしたね。それを最後にコロナが始まってしまって、島に人々が全く来ることができなくなってしまって、ある日突然飛行機が乗り入れできなくなりました。島に誰も入ってくることができなくなりましたとなった時に、わあ、私にできることが何もないってなりました。本当にパニックになって、いろんなキャンセルの連絡も入りた。ただその中でも絶対にここなんとかなるはずだっていう根拠はないんですが、現実人が入ってくる状況はまるで見えないんだけれども、開き直ったというか、できることが何もないので、とりあえず仕事となることに集中しようっていうことで、1ヶ月ぐらいですね、本当にできることがなかったので、ひたすらにたくさん昼寝もしました。犬と散歩に行きました。外に遊びに行きました。3月の末、4月の1日にですね、家賃を払わなきゃいけないっていう時の、もう1日の午後1時っていうのが家賃の支払い期限なんですね。その期限の6時間前の段階でですね、私手元に支払える家賃の3分の1しかお金がなかったんですよ。本当に困ったなと思ってたら、ふっと頭に実家に電話しろって来たんですよ。実家の両親に頼めと、なんか朗らかにものすごい優しい波動でその電話に出てくれてですね、分かった分かった、じゃすぐなんとかするよって言って、もう5分10分でそのことが肩がついたんですね。1ヶ月目がそれでなんとかなりました。で、2ヶ月目、もうそうは言ってもそろそろなんか動かなきゃいけないかなと思いながら、もうやりたくないことはやりたくないしなと思って、なんか友達に言ってみようと思ったんですね。ちょっとお金ないんだけどとか、仕事なくなっちゃって人が来れなくなっちゃったからって言ったら、なんか、あ、そうだよね、アルバイトさせてあげるよとか、お金貸してくれる、貸してあげるよとか言ってくれる、なんか優しい周りの人たちの反応が、お金がないとか仕事がないっていうことを、どれだけ私恥ずかしいことだと思ってたんだろうっていう、その自分と向き合うことになるんですね。自分がお金がないとか仕事がないっていうことを発言するなんて恥ずかしくてありえなかったんですよね。で、そのことって結局、私が世の中の人に対して、お金がない人はダメだし、仕事がない人はダメだしっていう、なんかそのジャッジがものすごくあったのが、もう途端に外れたんですね。お金を待って2ヶ月目も、まあ、そのバイト代とかいろんなことでクリアになりつつ、で、なんとなくの流れから、あ、この次の月は私きっと自分の力で何とかするようになるんだって、なんとなく予感があったんですよね。庭で水まきしていたら、すごい太陽のアピールを感じてですね、なんか降ってみたら、太陽が、この太陽の光、太陽のエネルギーをみんなに広めたいから、その場所を作ってくれっていうメッセージがピピピって来たんです。で、雪カフェマウイっていうズームのお部屋にお呼びして3人で話すっていう企画をやり始めたんですね。ある日、みんなが持ってきてくれた飲み物に遠隔で太陽のエネルギー注入しますとか言って、なんかそれが90人ぐらいに結果なったんですが、次から次、私もってすごいいっぱい来てくれて、遠隔でエネルギーを送ってると、こんなに距離が離れてるのに、本当にその持ってきてもらったお水とか飲み物の味が変わるんですよ。言いましたよね。で、今までやってたリトリートって、この場所に来るだけでその方がどんどん思い出していったり、いらないものが削ぎ落とされていったりっていうことだったんですね。それと同じことが、この遠隔のこのカフェの場所の中で次々起こってくるんですね。とにかく、私、この場所に人が来なければ何もできることがないと思っていたのが、こんなに距離が離れているのに、こんなになんかズームとか、もうネットの中のこの世界なのに、あ、同じことができるんだっていうことが分かったんですね。で、一番最初は太陽さんが私に話をしてきて、みんなにこのエネルギーを送ってくれって言うから始めたんだけれども、これができるよっていう道を開いてくれた一歩になったんですよね。それで今、
そこからまた発展、さらに発展させて遠隔でリトリートしてみようってことになって、 1回に5人とか4人とかのグループを作っていけて、キャンプザボルテックスっていう名前、ボルテックス嘘を作りましょうっていう、みんながボルテックスになれるよっていう、そういうキャンプを始めたんですね。それとはね、オンラインのこの世界の中だけで、エネルギーの交換が起こったりとか、みんなの変化をお互いに感じることでお互いに変化していくっていう、本当に現地でやってたリトリートと同じことが次々に起こっていくっていうことを今ネットで体験させてもらっていて、ここに人が来れなければ私にできることが何もないと言ってしくしく泣いていた3月の私はもう遠い昔になりましたね。これからもっともっとこの場所というか時空を超えていろんなことができるし、本当に全てがエネルギーだとしたら場所とか時間関係ないっていう、でオンラインなので世界各地の皆さんが参加してくれてるんですね。でね、やっぱりみんな仲間をすごく求めているのを感じます。一つの場所があって、その場所で安心と安全の場所、そこの場所を持つっていうことがどれだけ心の中をリラックスさせていろいろその人の力を発揮することができるかっていうのをものすごく感じていて、このキャンプ遠隔のリトリート1ヶ月続けるんですね。1ヶ月続けて、継続して同じ場所をみんなで過ごすっていうことの意味とか、仲間がいるっていうことの意味とか、新しい世界を私もみんなからたくさん教えてもらってますね。これからもっとこれを拡大していきたいです。でこのことをみんなができるよっていうことをすごい分かってもらいたいですね。このコロナがなかったらこんなことにチャレンジすることは絶対なかったし、自分がどんだけ普通の人でどんだけ何もできなかったかが分かっているから、私ができるからみんなできるっていう、そういう感じですね。本当にコロナで変わった3人の新しい世界、いかがでしたか？コロナという現象をポジティブな視点に転換させて、新しい私に出会っていったそれぞれのストーリー、たくさんの勇気と愛にあふれていました。ひとみさん、りなさん、ゆきさん、どうもありがとう。